線となっています。さあちょっと眩しいので右手のご案内です。右手前方です。こちらに頭を向けて止まっている船、看板の4202番、こちらの船もちょっと珍しい船になります。名前も黒部という、なかなか見ることができない遺跡。そして左手前方、お尻をこちらに向けて止まっている船が海洋観測艦リチナと言います。走りながらのご案内になりますなどなど、海のさまざまなことを調べるとお仕事としている船なんです。一言で言うと海のスペシャリストの船。なぜ海のスペシャリストが必要かと言います